40分、14時40分予定してたんですけど、リハが巻いちゃって、もしかしたらいろいろ全部が巻き巻きになっちゃうから、だからね、ちょっと巻いて始めないと、この後できる時間がなくなっちゃうなって思ったら、いろいろ事情があり早めに始めちゃいました。確かに、OK、10時50分までかな。菊五郎さんありがとうございます。あれくま菊五郎さんありがとう。菊五郎さんありがとうございます。東西分かれてるそうです。ラベル剥がしてない。持ち運び用のスマホスタンドね、そう欲しい。欲しいですね。欲しいですね。今一番近く、ひーちゃんがいるかな。縮まると思うから余裕ができません。ご飯お腹いっぱいだけど食べる。いただきます。
今日はエイクの日のリハしてきました。まあ全然何も言えないんですけど、ましろちゃんを見ました。なあちゃん復帰するね、ななさん復帰する、やったやった、ゆいりさんも復帰するかな。星投げ終わった、仕事戻る、ありがとう、早っ、ありがとう、頑張って、ごめんなさいね、こんなさあ、本当にこの時間ってみんな全然もう仕事だよね、きっと、ごめんなさい。私は逆にこの時間に休憩になっちゃった。明日のさん、アリクマ、浅野さん、浅野さんありがとう、嬉しい、浅野さんだ、嬉しい。わかんない、リハしてる人もいれば、ドクター竹さん、ありくま、ドクター竹さんありがとう、カウントってどうやってやるんですか、だって食べてる、ほぼないからあれだけど、チキンのお弁当でした。カウントは半角数字で1から50まで入力していくの。50までカウントしていくんだ、です。コメント50個でも大丈夫だ。51回以上は意味がないんだって。すごいみんな分かりやすい、ぷよぷよさんとか、みんな分かりやすい。もんちゃん分かったみたいでよかった、みんな分かりやすい、さすが、ありがとうございます。あと3日。
何のお弁当か。チキン。うん。面白い食べ方。ちなみに他のメンバーはこの関係者からのコメントのみなんで。ショーは終わらないだよ。順調に進んでる。足もらってくる。いってらっしゃい。エアコンが壊れたよ。ナイトの日のレッスンです。お腹がペコペコ。そう、まあそうだね。てか完食しないから、お昼はしっかり食べます。とりんちゃん待ちか。そうだな。でも2人がいない感じでリハしたりしてます。だるまも嬉しいし、足ももちろん嬉しいし、時間通りやりたかったんですけどね。そしたらなんかね、よくわかんなく、夜は時間通りやります。ほぼろ、そぼろです。この弁当屋さん、ぜひ調べてみて。高瀬さん。前髪伸ばす。
うん、伸ばしてるけどどっちもできるようにしてます。もう ファンレベル0になった。なんでかな。見て、細長いお弁当です。月がリセットされるらしいよ。細長お弁当でした。美味しかった。こんなに綺麗に完食して食べるの私だけじゃないかな。メンバーは割とさ、なんかやっぱ気にしたりしてお米残したりとかするんですよ。でも私は食べます。食べます。恥ずかしながら偉い。そう、食べるんだよ。その代わし踊るときはめちゃめちゃちゃんと踊るので、法定速度とかすごい運動になるなと思った。ちょっと待って、浅野さん、アハムハン。浅野さん、ありくま。浅野さん、ありがとう。そうだよ、食べて踊るのが一番だから。浅野さん、ありがとう。2個目、ありくま。ラベル外してないから。法定速度ってね、すっごい運動になると思うんです。何かって
ソープでしょ。ちょっとお腹いっぱいだから動けないけど、ここもすごい。こうやってってところがウエストすっごい絞るので、あお腹いっぱいだから体がなんかウエストが絞りそう。そうだからね、ちゃんと踊ればいいと思うけど、今お腹いっぱいだからちょっと、そうなの。いやいやいや、足りました。もうお腹いっぱい、そう、法定速度はもう運動だと思って踊ってます。運動だと思って踊るとパワフルにもなるし、すごいいいと思う。熱がどんどんほら上がってくよ、おでこに手をやればすぐわかるでしょ。ひーちゃんの声がする。確かに、ひーちゃんひーちゃんひーちゃん、うん、嬉しい。法定速度みんな好きって言ってくれて嬉しい。そう、ショールーム中、タングルチューザー、髪とかすくし、これで溶かすとすごいサラサラになります。34分、早っ。このね、私はこの髪の長さは跳ねるので、あれしてます、なんだっけ、ストレートパーマオンに、オンに、ちょぬんチャルプタカムニダチャルモッケスムニダ、ひーちゃんの、うん、そうね、パンハムハーさん、うん、またロングになるの待ってます。近々します。モルゲッソよ、嫌ねよ。みんな今お仕事？おだぐりで2歳。嬉しい。ゆりちゃんも？嬉しい。よぼせよ。何も知ってません。
そっか、人それぞれか。え、みんな夏休みなの？みんな人によってだと思うけど、夏休みの人今日は夜どういう配信しようかな。何配信しようかなって思ってます。夏休みか、いいね。そう、まあこういうさ、このレッスン場での配信とかは全然何もできないから、こうお話だったりとかお弁当食べてるみたいな配信になっちゃうんだけど、なるべく家は何かしたいなと思って考えて配信はしていますけど、何にしよっかな。お姉ちゃん出てほしいけど、お姉ちゃんさ、お姉ちゃんもちろん顔隠して出るんだけど、やるならでもお姉ちゃんと何しようってことなんですよね。お姉ちゃんと普通に話したいけど、デュエット漫才、お姉ちゃんはでも恥ずかしがり屋です。素の反応でしょ。うん、素の反応出ると思う。私が MJ 純也さん、 MJ 純也さんありがとう。ありくまボキって言った足がありがとう MJ 純也さん。どのくらい差がある？3歳ぐらい。うん、お姉ちゃんのことなんて呼ぶの？名前で呼びます。いい、恥ずかしがりなの。私は恥ずかしがり屋じゃないかもしれない、わかんないけど。うん、お兄ちゃんとは6、7歳ぐらい。5人です。ゆいちゃんの口角ってかわいい。嬉しい。なんかね、常にね、口角を上げることを意識して、初期の頃からなるべくいたんですよ。まあ群馬県のねイベントが私にとって一番最初のイベントだったんですよ、多分野外での。その時にアイドルは笑ってないといけないと思って、常にだから自分が喋ってる時じゃない時ももうニッコニコでこうグッてやって、なんか喋ってないのにこんなすっごい笑ってたんですよ。そう、怖いぐらいで、お母さんとかに喋ってない時は別にそんな笑わなくていいんだよって教えてもらえて、そう、それでやっと気づいて、でもそれでもやっぱ常に口角を上げることを意識してたら、なんか自分で笑ってないつもりでも口角だけ上がってるみたいなことはたまにあります。そう、うん、常に確かに常に口閉じてるときはふんふんふん
こうやってなってます。マスクの時とかはね、特に口角上げるか、なんかベロをこう回すストレッチがあるんですよ、口の。それは口角も上がるし、こう顔がストレッチじゃないけど筋トレ効果もあるから、気づいたらそれやったりとか、おすすめです。そう、マスクの下もってやっとくといいですよ。もうやってるかもしれない。初期って中1ぐらいかな。眉毛も今日何もしてこない、まあ、いつも何もしてないけど、ここ多分間違えてね、手が滑っちゃったんじゃないかな。本当は私こう本当に眉毛とか細くとかしちゃダメっていうのを聞いたことがあったから、絶対にここはしないんですよ、細く。整えることはするけど、ただ手が滑って多分この中心だけジャッて取っちゃって、ちょっと治ってきたけど、だからこっちを見せます。そう、リリンと連絡取ってないよ。取りたいというか、そう、取りたい気持ちはあるけど、なんか最近本当にバタバタしてたから、取りたいって思ってもそう取れてなかったな。ねえ、奈々さんにも本当は連絡したかったんですけど、もう復帰されるってことで嬉しいけど、本当はその前に元気ですかって連絡入れたかったんですけどね。そう、奈々さんに、私もこうコロナになった時、奈々さんとかゆいりーさん、ちょうどその時にそう知ってて、私がなったってで、なんかそのわざわざ動画送ってくださって、そう、それがすごい嬉しくて、やっぱりなんかね、そう、その時そう、自分のせいでなんかみんなメンバーにも迷惑かけてないかなとか、やっぱ団体でグループ動いてるグループだから、そう、そういうのはね、まあ、みんな絶対そういう不安とか申し訳なさっていうのは多分メンバーはあると思うんですけど、そんな中でわざわざ動画を撮って「いい、大丈夫だよ、いいはゆっくり休んでね」っていう動画をくださって、それがもうすっごく嬉しくて、もうポロポロでした、涙。
うん、だからそんなね、ナナさんやユイリーさん、ごめん、あの連絡くれたメンバーとか、そのメンバーお返しじゃないけど、なんか私も嬉しかったから、その嬉しかったことを返し、お返ししたいって思ってはいました、思ってたんです。でもナナさん復帰される嬉しいけど、私もしたいから、ちょっとこの後撮ります、それを。もう遅いんですけど、復帰されて元気になってくださったんですけど、でもこの後にちょっと今時間があるとうちに撮りたいと思います。ということで47分なのでランキングを読みます。13位なたみさん、ありがとう。12位アティ、アティチュードさん、ありがとうございます。11位プルートさん、ありがとう。10位パーマくん、ありがとう。9位はるちゃん、ありがとう。8位さとなん、ありがとう。7位オンニ、ありがとうございます。6位風と海とさん、ありがとう。5位ジロー M さん、ありがとう。4位ドクターだけさん、ありがとう。3位 MJ ジュンヤさん、ありがとう。2位キクゴロウさん、ありがとう。そして1位はアッサノさん、ありがとう。アリクマ、ありがとうございます。ということで、続いて、今日は9時10分からだ、21時10分から次は配信します。そう、21時10分から皆さんお待ちしています。この時間はね、みんなお仕事とか、まあお仕事、昼休、夏休みの人もいると思うんですけど、でも夜の方が皆さん見やすいと思うので、夜に予定通り配信しようかなと思ってます。うん、もともとは40分からだったので、みんなそう星集めれてなかったよね、きっと。そうだよね、うん、そう40分からの予定だったの。うん、15時までできるのかな。15時までできたらどうなります？変わらないかな。無理？無理ね。 OK、 じゃあバイバイ。15時までなら3周できる？じゃあ15時まで今できそうだから15時にしようかな。で改めてもう一回順位は読むと思う。読みます。ひーちゃんもまだやってる気がするから、ギリギリ15時までできる気がする。
張せん。ひーさんとコラボしてほしい。ひーさんあっちにいるからな。うん、ハートタコペンライト。なんか最初できた。そうだね、聞こえる。確かに聞こえる。声すごい聞こえる。じゃあ私が喋ったら声聞こえるのかな。きっと聞こえるよね。やっほー私が喋ったら向こうに聞こえるかな。何聞こえるかな。何言ってみようかな。栃木ちょっと怒られそう。怒られそうでからですか。なんだろう。ちょっと恥ずかしい。兄ちゃんの真似真似しようとしたけど。栃木といえば日光ちょっと待って絶対聞こえてないよ。聞こえてない。聞こえてないから恥ずかしい。聞こえてるかな。聞こえてない。絶対聞こえてない。ずっと喋ってるからさ。ありがとうございましたって言ってる。すっごい声聞こえる。チャンヒーの声がすっごい聞こえる。うん、今日はこの後はリハーサルをやって、でそれでって感じですね。そう、ただ次のリハーサルが毎日何時から始まるかというのが全然わかんないから、そう、ね、めっちゃありがとうって聞こえるありがとうって聞こえる。ありがとう、なんもないけど、ありがとう、ありがとう。すごいメンバーの声聞こえてきたよ。この後はしっかりみんなでマスクをして気をつけながら配信をした、配信じゃないレッスンしたいと思います。君だけに、せーの、チュチュチュ。マスク、今日のマスクはこれ。じゃん。いつも服に合わせてマスクを変えています。このマスクはねピンクなので、ここがちょっとカラスみたいな鳥みたいになってるんだけど、でもこれのおかげでちょっとこの口に空間ができるから息がしやすいのです。これからレッスン、そう、レッスン着だよ。今日のレッスン着は真っ黒。服が黒いからマスクはピンクにしました。そうなの。賑やかな声聞こえますか、皆さん。今日これからレッスン頑張るぞ。
まだまだ頑張る。全身真っ黒。レッスンは長い。そう。頑張ります。今日もこの後。じゃあもう一回ランキング読むかな。同じかな。いや、同じじゃないか。13位。あちゅうださん、12位パーマくん、11位プルートさん、10位はるちゃん、さとなんさん、まさひろさん、おんにさん、かぜとみとさん、じろうMさん、ドクターたけさん、MJ じゅんやさん、きくごろうさん、あっさのさん、ありがとう二度呼ばれる。一応ね、一応ちょっと私が勝手に延長しちゃったからってことで、みんなありがとうございました。あと2分ですけど、この後もレッスン頑張ります。何？すごい盛り上がってる。よし、みんなありがとう。手腱鞘炎になってるかな、大丈夫ですか。ありがとうございました。盛り上がってる理由なんだろうね。覚えてたら今日の夜の配信でお伝えします。ではありがとうございました。